皆さんこんばんは、ジマでございます。いつもですね、動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。今回はですね、ZFC ニコール Z40mmF2 と、ブラックミスト、あとは、広角のズームのパワーズームやね、これですね、ニコール Z の DX の1228の F 値が変動で 3.5 から 5.6 の PZVR というこの広角のパワーズームと 40mm の F2 という薄型単焦点レンズにブラックミストをちょっとくっつけて ZFC ね、このヘリテージデザインの、まあ可愛らしくてちっちゃくて、持ち運びがねしやすくて、ただしっかり映る絵はですね、写真っていうのかな、映像はしっかりしているよっていうところで、このカメラで簡単にスナップを撮ってきましたので、まあ、どういったね写真が残っているのかを一緒にチェックできたらと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。早速ねお写真の方を流していこうかと思うんですが、今回の写真はですね、すべて、しっかりと、現像を入れております。なので、個人的にすごく好みのね表現っていうものを、付け加えているものになります。いつものお写真はですね、どちらかというとレンズとか、カメラのですね、まあ、こういった風に撮れるよっていうナチュラルなね、ピクチャースタイルなんかはスタンダードであったり、ニュートラルであったり、ポートレートであったりあったとしても、クリエイティブピクチャーコントロールのソンバーとか、まあ、サンデーあたりを使ってますよっていうところなんですが、今回はもうしっかりと現像で私なりの、好みの絵作りというものにしております。まずは ZFC ニコール ZDX1228 の 3.5 から 5.6 の PZVR ですね、こちらのまあレンズからいろいろ撮影しているものを、流しながらねお話ししていくんですの、まあ、簡単な Vlog 形式になるんですが、今回の主役はこちらでございますあのね、北海道の物産展やってまして、でそれで荷物持ちでね借り出されたという形で、家族みんなでわーってなんていうの、物産展の方にねちょっと出向きまして、でその物産展の中ですごくこのソフトクリームが食べたいという話になっておりまして、でまあ無事ソフトクリームはまあね買って食べれたというところで、すごく美味しかったんです。でもその他にもたくさんのお土産、例えばね美味しかったのはポテトチップにチョコレートついたやつとかね、ああいったものを購入して私のカバンの中に入って、まあ、荷物持ちというやつでございますわ。なのでカメラ自体は大きいものを持っていくことが、まあ、できるんですけど、まあ、あまりそぐわしくはない。どちらかというとカメラ入れるスペース、レンズ入れるスペースがあるんやったら、お土産をいっぱい入れたいねっていう話にまあなっておりまして。で、ちっちゃいカメラが、まあ、持っていけたらなと。もっと言うとカメラなんて持っていかんで栄養ぐらいの、まあ、なんていうのまあ形にはなるんですけど、やっぱそこはねちょっとプラッと出かけるんやで、せっかくやったらね、カメラ持っていっていろいろ撮れる方が私なりは楽しいからというところがありますので、まず ZFC に1228で、ちょっとね天気が悪くて、まあ雨がね、降っておりましたので、この、ホットシュー、コールドシュー、いや違う、ホットシューのところが、蓋をつけております。ここがね、まあこのなんていうの、電気通信する端子むき出しやとちょっと不安やからねっていうところで、まあゴミ入るんも怖いしというところで蓋をしていますので、 ZFC に1228の 3.5 から 5.6 PZVR を使って、で実際ね、撮影もね一応撮影させてもらってという形ですね。でそのまま物産展行って、いろいろ買い物して、で、買い物しながらプラプラっと歩きながら、まあ、帰っていく、道中をですね、いろいろ写真をスナップ撮影していくというところになります。で、今回私なりに、ちょっと、今日は、そうだな、まあ、光量がそんなに稼げない、天気があんまりよろしくないので、光量があんま稼げない、まあ、日中であればね、雨天だったとしても十分、まあ、ISO 感度1000とか2000にポンって持ち上げたらね、全然撮れるんですけど、なんとなく自分の中で今日は、なんていうの、定番というか、こうあるべきだよねっていう写真ではなくて、もうもっと自由に写真を撮っていこうかと。
なんでかっていうとですね、私今写真集のね準備をしておりまして、ありがたいことに今一冊目ですね、一作目っていうのかなっていうものを、今予約販売の段階なんですけども、ものすごくですね、数多くご予約いただいておりまして、本当にありがとうございます。でまた昨日ね、SNS なんかで決済の関係でちょっとまだ予約できてないけど、決済ができるタイミングになったら即予約させていただくんで、ちょっと在庫あるかなみたいな話もいただいておりまして、在庫のけときますので、そういった方はぜひお気軽にご連絡ください。なので数多くご予約いただいて、もう造反のところも、自費出版なので、小ロットにはなるんですけど、自分が思ってたロット数以上にもう一回重版というか2回目の発注をかけている、印刷をかけているので、ちょっとね思ったよりありがたいことにねお声いただいておりまして、で1作目の写真集はもう形になっている。で今度2作目っていうものを作っていく中で、自分の中で1作目とはちょっと違う、雰囲気っていうものを求めていくとね、先ほどのお写真、こちらのお写真もブレてます。なので今回の、お写真の中では、しっかり撮り切る、写し切るっていうものも写真としてすごく大事やし、基礎的なところにはなるんですけど、ただ写さん方がいいとか、綺麗に写りすぎていない良さみたいなものも追求していこうかなっていうところで、ものすごくですね、あえてブレを入れたり、なんていうの、ぼかしというか、アウトフォーカスっていうかな、なんていうのかな、ピントを合わせてない写真なんかも、入れていこうかな。なんでかっていうと、写真一枚一枚で見ていくと、すごく全部の写真がピンと合ってる方が綺麗なんですよ。理想的なんですけども、写真集っていう風に見た時に、50枚60枚70枚80枚という写真を見ていく中で、全部がピンと合ってると私が思ったんです。自分で写真集見返して思った時に、全部にピンと合ってるとなんか読んでてしんどいこれ私個人の感想でもあるんですけど、なんか全部がねちゃんと綺麗に収まった写真っていうのはちょっとね、並びすぎるとしんどいし、色がありすぎるともしんどいし、逆に色がなさすぎるとつまんないしっていうところで、なんやろ、このブレとぼかしとフォーカスが合っていないところであったりとか、色味表現であったりとか、なんか振り幅を幅広く、もう右にも左にも上にも下にも斜めにも振り切ってグワングワン振り回してからこそ、一冊が飽きずに読めるなっていうふうに、私自身はいろんな写真集を拝読する中で得ている、私なりの感覚なので、そういった写真集を作っていこうかと。なのでこちらのお写真も、実はこの、シーンは4枚ほど撮ってます。で 1,2 はすごくピタッて止めてました。でいつもであればその写真を OK カット、セレクトカットにするんですけど、これ4枚目か3枚目かの、シャッタースピードあかん、これはピント合いすぎやっていうところで、30か60ぐらいまでグワッて持っていって、ブワッて振りましたただ PZVR やからね、ちょっとちょっとね、結構効いてくれるんですよ、パワーズの、VR がね、手ブレレンズ重方式が。なので思ったよりブレてなかったっていうところがあるんですけど、車なんかは多少ビヤッてなってるし、多少フォーカスもなんか若干危うい、この横のね、コントロールリングのね、フォーカスのところのリングをガッて回して、なんていうの、フォーカスがちょっとふわって、あ、ずれたっていうところのシャッターを切った写真にしております。なので今回の写真は、こういった写真をね撮っていくと。なのでもう動画もぼかしてますどうしたなんですけど、別に私の足元なんてぼかさんでええんやけどね。でも今日はもうとにかくぼかす、なんていうの、そのピントをずらす、写しすぎないっていうところを自分の中でテーマとして入れておきました。ただ先ほどお伝えした通り、ニッコル Z の DX の1228ね、すごくいいレンズなんですよ。 3.5 から 5.6 の変動で1228やから1842ぐらいで撮れるっていうところもありますので、すごくいいレンズ。鏡頭部分伸びへんしね、広角から望遠端に持っていてもものすごくいいレンズなんですけど、先ほどのお話の通り PZVR パワーズームの VR レンズシフト方式で、ブレがしっかり止めてくれるとで ZFC ね、ボディ内デブレ補正入ってないんですけど、なんかもっとボヤボヤしてくれって私の中では思ったんですね。で今回ボヤボヤさせたいというのが私の中で一つ、なんていうの、
いろんな決めカットの写真はたくさんあるから、その中に差し込む決めじゃないちょっと気を休めさせる写真、ページをめくってて、写真集の中のページをめくってて、あ、なんかこんな写真落ち着くわっていう写真を今回ストックとして増やそうというのが私なりの今日のテーマになっておりますので、ブラックミストを持っていきました。なので上にね、ここからは 40mm にレンズ切り替えております。先ほどはニッコール Z の DX の1228の 3.5 から 5.6 の PZVR っていうレンズを使ってました。で、ここからは単焦点ですね。ニッコール Z の 40mm の F2 になります。で、VR はついてません。薄型単焦点のレンズでございます。で、ブラックミストっていうね、もう用みんなわからんのですけど、レンズフィルターで、最近流行りのブラックミストとかホワイトミストってありますやん。あのね、ちょっとホワッホワッてなんかね、なんていうの、細かい粉を、粒子っていうのを、粉をね、なんか巻き散らかしてくれてるような感じで、光がね、拡散するんですよ。なのでパキッと映るレンズが最近多いじゃないですか。それこそね、光のとにかく、パキッと映って周差はないようなレンズっていうのをメーカーさんは数多く、作ってくださってて、すごくありがたいんです。商業撮影にはすごくありがたいんですけど、なんか表現を求めた時にはもっとね、ぼやっとしてもうてもええと。ただピントはしっかり合いたいっていうところもあるから、であれば今回はブラックミストのちょっとほんのり弱いやつ、ナンバー05ってやつかな、 0.5 っていうのかな、なんかちょっとほんのちょっとブラックミストが入っているものを、使うということで、レンズ交換をしてですね、ここから 40mm になります。で、まあ現像もね、結構色も結構もうあっちこっちに振り回しているので、まあこういったところがね、なんていうの、いつもよりもやはり、まあ私の感覚としてはぼやっとしてるなと。ただその全体がぼやけてるんじゃなくて、こういったまあなんていうの、光のところがあるところが広がるっていう感じかな。なんかぼわーって、ぼわわわわってにじむような感じ。これはやはりブラックミストっていうものをちょっとでも入れてることによってすごく違いが出ているなっていうところがあります。なのでこういったね、まあハイライトのところなんかもバシッて入ってるっていうのは結構インパクトとして個人的には大きい、あ、いつもと違う表現ができてるなっていうふうに思うところでございますと。で、これもね、いつもやったらまっすぐ撮ります。ただもう歩きながらもうバババババって、もうなんていうの、ノーファインダーでピッて撮っていくような感じで撮っていっておりますので、やたら右上にね、空間があるし斜めっとるしどうなんやっていうところで、いや、これを残していこうみたいなね、いつもの自分やったらこれはダメでしょうっていうカットなんでしょう、いや、写真集やったらこういったカットがある方が味が出るんちゃうかみたいなところで、なんかそういう自分の中でどん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 いつもとは違う表現のストックっていうものを残していこうという形でございますね。なので、まあ、40mm の F2 っていうものは、どうなんの、 60mm ぐらいになんのかな。なので結構ね、写し取れる範囲は、まあ、狭いです。あんまり先ほどのその1228みたいな広く写し取れるっていうものではないんですけど、これ ZFC のスローモーションの4倍スローで 1080p で出しております。なんでかっていうと、今回アクションカメラとか細かい別の録画機っていうのは持っていってません。なぜかっていうと、雨なので、もうなんていう、機材は最小限にしたかったですし、なんかガチャガチャとするよりかはもう ZFC のカメラの中にある、まあ、動画機能でカバーしようかなと。なので結構もう色もなんていうの、暖色寄りに持っていって淡い感じにして、プリセットもバチンって当ててしまっているので、いや、これ ZFC とか 40mmF2 のブラックミストの作例としてどういった写真が撮れるかの参考にならんよっていう方も多くいらっしゃると思います。ご安心ください。 40mm とか ZFC に対する作例になるですね、こう普通に撮ったらこうなるよっていう写真は過去動画でもうすでにレビュー動画 5,6 本上げております。下手しい ZFC なんてレビュー動画10本ぐらい上げてんちゃうかな、トータルすると。なので、まあ、そちらでご確認いただいて、今回はあくまで、写真集2作目に向けた自分の中でもどん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 色表現を含めた常識を崩していくトレーニングのスナップ撮影になりますので、振り切った感じですね。このあたりはもうブラックミストかなって
思います。やっぱりこのねライトのところあるじゃないですか、このね真ん中のねシャンデリアっていうのかな、あのもう撮った時にうわ広がっとるって思いました。もうこれは、ブラックミストを入れてるからだろうなって。普通に 40mm の F2 のいつもで撮ってるとここまでは広がらないです。もっと全体的にぽわっとはなるんですけど、こんな分かりやすくシュワッ、なもう擬音で分からへんね、ふわっシュワッみたいな拡散していく感じ、これはなんかねもうブラックミストの効果なんやろ、フィルターの効果なんやろなっていう感じでございます。なのでやっぱりね、あのなんていうの、これねもうちょっとねここの右側にねスペースを空けてね通られてる通行人の方をもうちょっと引き際立たせるようなところが撮りたかったんですけど、あのね車が止まってて思いっきりナンバープレートが入ってしまうなと思って、ちょっとねクッて避けてこのスペースなんでちょっとねちょっと悔しいショットにはなるんですけど、まあそれもね日常を切り取る中では、まあそういったこともありますよねって、そういった環境の中で何を残せるのかっていうのが大事ですね。もうこの辺りなんかはもうブラックミストですよね。普通の 40mm の F2 とか、まあ、逆光がどうのこうのとかではなくて、なんかレンズに仕込んどるのっていうのが分かる一枚になるかなって思います。なのでブラックミストをせっかく使っているので、今回のね撮影ではなので、まあ積極的にこういった日中なので夜の時間帯であれば、まあほっとっても街灯なんかが勝手に拡散してふわーってシネマティックっぽくねブラックミスト使うとフィルターね使うと撮れるんですけど、まあ日中なのでなんか積極的に暗い場所と明るい場所でこういった、まあ、ライトがあるような場所を、まあ、探すようにしておりました。なので今回はもう動画も全部ぼやっとしてます。何のこっちゃかわからないんですけど、私の中では、今回はもう 1080p の ZFC の動画もぼやっとさせておこうと、自分の目をとにかくぼやっとさせたいっていうね、ぼやっという表現に慣れておきたいというところがあります。先ほどもね、まあ、前ボケの写真があったりとかもしておりますので、ちょっとね、まあ、時間があったら立ち止まって、まあ、撮影するっていうところもあるんですが、もう基本は動きながら今みたいな感じで撮っていっております。あとはまあ信号待ちの時とかはですね、まあ、比較的自分が止まれるタイミングになりますので、まあ、写真なんかをね切り取る。でこういった時はまあその変に歪ませてしまうとちょっと酔いそうになるので、私自身がね、なのでこういったところはまっすぐを保つようにしておりました。でここがね今回ちょっと自分のテーマの中でぼかしというかフォーカスをまあぴったり合わせないっていうところを、ここ来たっていうところですごく何枚もここで撮りましたこの左側にね、なんていうの、植え込み、お花でもお花じゃないな、この後ちょっと綺麗にそのお花も載せてるんですけど、草がねありまして、で左側に街灯があるんですよ。ちょっとこの提灯ええー、なーと思って、写真で撮っていまいちやったんで動画にしときました。ちょっとこの提灯の後に出てくると思うのでちょっと待ってくださいね。なのでこれこのお花じゃないな、植え込み、緑、グリーン言うたら何でも通じるね、植木みたいなものがありまして、でここにちょっとおしゃれなね、まあ、ポール、街灯みたいなものがあるので、そこにピントを合わせて、で今はここにピントが合っているので後ろ側はねボケてますと。このボケどうです？ F ね 2.8 ぐらいで撮ってたと思う。2まで持っていってなくて 2.8 ぐらいでよく撮ってました今日の。なんでかっていうと2やと明るすぎたなので、まあ 2.8 前後ぐらいをちょっとうろちょろするぐらいでございます。 40mm の F に侮れないですよね、やっぱりね。でまあ ZF なんかのキットレンズとしてねスペシャルエディションが採用されておりますが、 40mm でまあ準広角気味ぐらいで撮るのと、 ZFC で40やけど60ぐらいで真ん中のレンズの美味しいところクロップみたいな感じでポーンって抜き取るのはまたちょっと違うなっていう良さが、あの分かりやすく何を撮りたいのかが強調できるっていうところがポイントかなと。なので先ほどのこの街灯っていうか電柱みたいなものとお花のところ、お花というかグリーン、もうグリーンって言いますわ、グリーンのところにピントを持っていくと後ろのね、これガラガラ引いている方々がまあ
ボケると、アウトフォーカス気味になるという形になると。でこれをまあ本来であれば通行人の方にねパッてピンと持っていって、逆にこっちを前ボケにする方がセオリーというか、まあよくある表現じゃないですか。ただそうなってくると、まあ、特定できるとまでは言わないように、後ろ姿とかね、あの特徴がないようなで特徴的な色があるんであればモノクロに持っていったりとかで、あんまり主張しないように撮るようにはしているんですけども、それでもやっぱり人の形ってね、身長とか体格とかある程度分かってしまうので、まあそういったところを、もういっそのこといらない情報でもこの空間に人が通っているっていう情報は欲しいんですよ。なのでこのなんていうの、前ボケがあります、でここにちょっと建物があって、ここが道で奥に向かってどん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 進んでいくっていう、まあその街並みはあると。でそのまま街並みで人がいないタイミングを狙うっていうのもありです。ただそうなるとちょっと味気ないので、せっかく街並みなのであれば人がいる瞬間、ただ人を別に写したいわけではなくて、人を写すときはポートレートを撮りますのでなのでこういったときは人がいる空間っていうものを撮りたいので、私自身はなのでこういったちょっとぼかしを入れるよう、ぼかしというかボケの中に人を入れると。なのでこれもそうですね、前になんかお花がねありまして、で信号待ちをしている状態でございます。で信号待ちをしている状態で向こう側の信号が渡っていく。でこれ多分自転車なんかな、ちょっと私も分かってなくて自分の中ではもう一番何を考えてるかっていうと、このお花の割合、どの程度お花を入れると少なすぎず多すぎずかっていうところで、ここのね手前にお花で今隠れてるんですけど、お花のすぐ前に、まあ、溝がありまして、でその溝のところが、まあ、あんまりそのなんていうの、結構わって、今こっちね関西結構まあインバウンドというか、まあ結構ね旅行客が増えておりまして、結構ゴミ問題がありましてね、まあ、京都なんて今やばいでしょ、朝5時とか6時でカラス含めて物ごっつゴミ箱撤去してるってなると、今度植え込みにねゴミ入れられてたりとかで、物ごっつ京都今バスの本数の問題も出てますけど、お店とか住んでる方からするとゴミの問題ね、私自身も、まあ、前職含めて京都、まあ大阪とかになると京都和歌山奈良兵庫とかからわって、まあ滋賀もかちょっと時間かかるけどパッっていうので集まって、結構大阪って大阪じゃない人が働いてたりするんですよ。でそういう時に京都の方からお話聞くと、もうほんま嫌ってゴミ避けて歩かなあかんのとかしんどい朝みたいな感じの話をねされてて、神戸も結構ね、まあ、ゴミが結構あったりするところがございましたので、まあ溝のところは映さないようにしておきました。で割合としてはお花で溝を隠しつつ、ここがまあせっかくであれば線を入れて、横断歩道の線を入れて、で上になんかグリーンとか建物が見えて、通行人があとはもう通るタイミングと重なるタイミングさえをチェックして、撮影しているというところに注目して写真を撮るようにしました。でこれは、縦で撮ったから今度横にしようという形にして、この、横の写真はですね、これスーツのね、お仕事されてる方やと思います。きっとスーツでバチって決めて貼ったんで、でこの方をなんかオフィス街っぽく入れたいなと。で後ろに車の赤いねテールランプって言ったらいいな、あんま車詳しくないんやけど、テールランプっていうかな、後ろのあのランプのところを、まあ、重ならないようにずれたタイミング、さあ重なったきたぞずれたっていうところでパパパッと撮ったような形になりますと。ただぼかしすぎてテールランプかその通行人の左手かが分からへんっていうところがありますね。でこの先ほどの手前の街灯というかポールがあったので、今度はポールを北向きじゃなくて、今度は西向きの方に私がぐるって向き変えて、今度はグリーンがない状態からポールを含めて通行人が通っていくっていう瞬間を撮影していくようにしました。なのでこういった動画も含めて、あ動画はね、あの変な味付けしてないです。何で撮った？スタンダードちゃうかな。動画はあのもうピクチャースタイル ZFC のままでいってるので、SD です、スタンダードです。動画はもうスタンダードで撮ってます。なので ZFC のスタンダード綺麗ね、あの馴染み深い色でございますね。先ほどから流れているちょいちょい差し込まれている動画は全部 ZFC で撮っているので、スタンダードで撮ってます。ブラックミストはもちろんレンズの
前にねフィルターついてるんで、ブラックミストありのスタンダードで撮っていると。で写真に関してはスチールに関してはもうゴリゴリにエディターというかなんていうのあの色自分なりの好みにもう振り切っている状態でございますね。これもちょっとぼやぼやしすぎやなぼやぼやもあれやね、気をつけんとなんかがわからへんね。でもまあなんていうの、通行人の方がまあリュック持たれてはるねきっとね。リュック持たれてて信号を渡っていく瞬間で、この方は右から左に、横切っていく、斜めに横切っていく方の、あ、ここは斜め OK の信号なんで全然間違ってないんですよ。斜め OK、 ここもね斜めな、この辺あたり斜めの信号の横断歩道のラインあるでしょ。なので斜め渡ってもらって OK なところなので、まあ、全然問題ないっていう形、それだけちょっと補足しておきますね。なので、まあ、斜めに渡っていただいている方が、いらっしゃるところの瞬間、もうちょっと絞ってもよかったかもねもしくは私が離れるか。でもあの日常に溶け込むのが必要だなって私は思ってるので、変にちょっと距離開けて道の真ん中からなんかポール狙ってたら邪魔やから、なので、まあ、可能な限りポールの横に沿ってるような感じでポールと待ち合わせしてますみたいな感じで、この右側の緑のポールの近くに立って、前ボケに入れて、なのでここはもうちょっとちょいちょいって絞ってもねよかったかな。4とか 5.6 ぐらいまで絞ってもよかったかもしれないですね。私がファインダーって、あ、全部今回ファインダー覗いてません。背面液晶で撮りました。ファインダー覗いてるといかにも撮ってるってなっちゃうんで、もうファインダー見ながらもスマホ感覚でタッチでポン、手でポンみたいな感じで撮っております。なので、まあ、ファインダー背面液晶を見ているタイミングでは結構ね、しっかり映ってたっていうところがあったと思うんですが、意外とボケてましたね。まあまあそれはそれでいいんちゃいますか。いい、なんでなんていうの、ぼやっとした表現もで、ここはもうしっかり絞ってますね。なんでかっていうと水たまりがあれば撮りたくなる症候群ってあるじゃないですか、カメラやってるとね。なのでまあ水たまりでしっかりまあ絞って、この水たまりに映る木の影っていうのを映し取りたいなと。でもう雨が上がっちゃいましたこのタイミングで。ただちょっとだけ雨が降っていましたので、時折傘をね差してらっしゃる方がいらっしゃってて、いつもであれば逆に日傘をね、差してらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、今回はまあ曇天の、ロケーションというか、撮影の環境シチュエーションでございました。で曇天で雨が降ってたタイミング、一番初めの1228でモノクロームで真ん中に傘さした通行人の方が通ってらっしゃる写真、あのタイミングはゴリゴリに雨が降ってたんです。でゴリゴリに雨降ってたんですけども、このタイミングではもう傘ささんでもいいよねぐらいの感じになってたので、逆に傘をねさしてらっしゃる方を見かけると、あ、傘さしてらっしゃるわっていうところで、ちょっと背中を映させてもらおうみたいな形のスナップの枠組み、これねどうしよっかなと思ったんですけど、これ養生テープが思いっきりね貼ってるんですよ。で初めね養生あかんかなーって思って、ちょっと画角に入れないようにしたんですよ。でもなんかそうなると、なんかずっとポールが右か左におんなーって自分自身思ってしまって、なんか似たような写真ばっかりやんってなってしまってるので、もうせっかくやったら養生テープ入れたろうと。この養生テープ何に使ったかわかんないけど、まあきっとなんかしね、目印とか、何か貼り付けるように使ったんかなーっていうところでございます。でこれねもうちょっとこの時こそね1228とか、まあ、レンズ交換してて ZFC1 台で行ってるというところがあったので、まあもうちょっと広角のレンズやったらなって思ったところがあって、やっぱこういったところね FX やったら例えば40-60切り替えれるから、40にポンって FX に戻して撮ってたらもうちょっとね広く撮れてたんかなと思うんですけど、すごくね自分のイメージの中ではこれをもうちょっとだけガッて引いて建物上にグーンって割合として入れて、地面を下の部分に入れて通行人の方を右下にちょまってちっちゃく置いて、あと建物ブワッて入れたかったんですよ。ただ40ミリの F2 で60ぐらいになっちゃうっていうところで結構まあ大きく写し取れてるっていうところもまあありまして、ですね、まあこの時にまあレンズズームの方がやっぱええんかなみたいに思っております。でこれはですね反転させております。なので通常で撮るとこの画像は反転してます。なので通行人の方が水たまりの横を横切る瞬間を撮影しているんですけども、本来であればこの足の部分がこの
反転ね、右上に来ている状態で撮影自体はしています。ただ私の中で、反転世界にこれはしたかったので、この写真はもう反転世界にしようと。水たまりを単純に撮ってるといつももうすでに撮ってるから、今回は水たまりに人影を入れて反転世界を撮ろうというのも一つ考えていたところなので、撮影してモノクロームで結構ゴリゴリに人が映るようにして反転世界にして、人は実際は右上にほんまはいるけども、画像を90、90やから180くるって回して反転しているという形になります。なので違和感がある写真になりますね。でまあこういった形でちょっと移動しつつ、他にもね、撮影をしようかなっていうところで、移動中ももうボケボケでございます。もう自分の中で今回はもうフォーカス合わせへんっていうところをね求めてたので、これは逆に本来の姿かな。なので先ほどは人の足が左下にあったんですけど、これは右上にありますね。これは正しいです。右上に人が通っていくところに、まあ、水たまりに人が反射しているという状態なので、これは本来のそのまま素直に撮ったものです。で、まあ、そのまままた通行2で、これは前に柱を入れつつシャッタースピードをグッと持っていってブレを出している写真になりますね。でここからちょっと水たまりが自分の中でなんかうまいこと撮れてんのかな、もうちょっと水たまり狙っていこうというところで、水たまりを見つけては積極的に撮影していくと。でこれも正常にそのまま撮った状態ですね。上に通行人の方の足があるので、もうそのまま撮った状態になりますと。でこれは車を横切れ横切れって思いながら待ってました。シャッタースピード60ぐらいやったかな、ガガガーって持っていって、絞りを逆にガーッと大きい値にね、変更したという形になりまして、車ーっていう形で車が来た瞬間にバシャッと撮影した1枚になりますね。まあブレとぼかしっていうものを今回はテーマにし、自分の中でブレとぼかしの写真のストックを増やすというところで、何かしら前に映しても問題のない被写体、撮影対象、これやったら木やねっていうものを置いた状態で、映しすぎるとあんまよろしくないんじゃないのって私自身は思ってしまう、木を使う場面っていうところはもうぼかそうっていうのが今回の撮影の、まあ、よく軸に置いた撮り方ですね。で水たまりまだ諦めてませんね。もう今回はもうゴリゴリにしっかりと絞って、撮影しているという形になりますので、水たまりに映っている、木のね世界が映っている。これもうちょっとねしゃがんでポジションを低くするとカメラのね撮る場所を、これもほんま自分が立ったままの姿でカメラ下向けて撮ってるだけです。ただほんまはもうちょっとしゃがんで撮るともっと面白い写真が撮れているはずなんですけど、自分の中で今日はもう日常に溶け込もうというところがありますので、もうなんか水たまりの前でしゃがんどったら明らか撮ってるの丸わかりやし、なんかまあ撮ってていいんですよ、別に撮ってていいんですけど、なんとなく自分の中で今日はそういう日じゃなくて、ただもう歩きながら自分の目線で見ている瞬間を撮っていこうと、もうとにかくスピーディーにパパパと、だって物産展の荷物重いもんっていうところがあって、もうパパパと撮っていくという形でございますね。でこういった形で、まあ、動画も時折入れつつ、まあ、スタンダードのね、ZFC の映像はやっぱ綺麗ね。ブラックミスト 0.5 ね、ナンバー05入ってるとはいえ。まあこういった形です。で、自転車とか、まあ通行人とか、これ文字があるからちょっとわからへんけど、結構上の空間も大事なので、まあそういったところは写真集では別の場面で写真差し込みますけど、今日はちょっと文字を上に入れているので、あんまわかりにくいけど、意外と文字の上の空間っていうものは大事にしてたりします。ここも通行人結構奥、振り切った構図にしているので、結構ね文字が邪魔やったりしますね。でこういった形で通行人の方とか街並みっていうものも時折、まあ、映しつつですね。でこれもね、なんかこれはタイミング的だったかな、すごく気に入っているお写真にはなるんですけど、グワッて車が入ってきて怖って思ったんですよちょっと待ってよ、なんでそんな突っ込んでくるのと思ったんですけど、普通に歩いとって、で車がうわって入ってきて、うわって思って、でもこれ40ミリでね、60ぐらいやから、まあ言うても4メーターぐらい離れてるんですよ。3メーター4メーターぐらい離れてるから、車とね結構離れてるから、まあ車も突っ込ん、まあ先にグーってスピードで入ってくるのは別に問題ないんですけども、まあその瞬間で逆に
うわってちょっと私は引いてしまったんで、怖い怖いってなんか危ない車やと思って引いてしまったんで、で引いた瞬間に、でこの車は通行人が逆にね、ここおばあさんが前通ってるでしょ、このおばあさんの前にもたくさんの通行人の方がいらっしゃるから、結局通行人の方を待つのに止まった。ただ通行人結構キワキワに攻めてるという感じの状態なので、私はもう一歩二歩引いて、もう逆に渡りませんよ私この距離やからぐらいの感覚で待ってて、でパシッと一枚ね、撮影して、でおばあさんもええ感じで、初めはねこの通行人の方の影のところにおばあさんを重ねてたんですよ。でおばあさんが映らんようにしてたんですけど、なんか中途半端にこの押してる車が入るのであれば、逆にもう黒くガッと塗りつぶしておばあさんが入っているまあ、シーンの方がなんか自然かなって思って、こちらの写真をセレクト残すカットにしました。だいたい4カットぐらいその瞬間切ります、パパパパパパって。でその中から、あこの瞬間かなみたいなのを1枚セレクトしていくようにしておりますね。でこれは先ほどのなんていうの、手前にピントを置いてスタンダードで動画で撮ってて、右折左折か左折してくる車が入ってきた場所なんですけど、まあ、せっかくやったら写真1枚だけ撮っとこうかなって。雰囲気ね、なんていうの、色表現コテコテに変えちゃうと、まあ、こういった感じでちょっと引き締まったね感じになりますので、スタンダードの動画っていうのもいいんですけど、ちょっとね色表現遊んだで、ほんまやったらこのハイゼットかな、ちょっと分からへんけど、イエローって軽自動車やったっけっていうところがありますので、緑のタクシーとかは商用やったっけ、なんかありますよね、ナンバープレートの仕事用やったかな、業務用の車ってなんか色違うんですよね、郵便屋さんとか色違うもんねっていうところがあって、フォーカスの場所によっては、例えばこの右側の植え込みであったりタクシーにピントを持っていくと、おそらく車全部がバシッて映ります。でバシッて映ってナンバープレートとかも映っちゃうっていうところがあって、まあ、別にナンバープレート映したらあかんってことはないんですけど、私の場合は念には念をで映さないように、もしくは映ったやつは選ばないようにしているだけ。これはもう人のそのマナーの範囲というか、自分の中での許容の範囲になりますので、まあ、ご自身の判断にしてください。私自身はこういう YouTube なんかで載せるのであれば、まあ、可能な限り伏せている方がいいかなって思って、手前のこれ宣伝の看板です、駐車場はこちらみたいなね看板がありまして、その看板のこの角っちょに水滴がついているので、まあ、ここを合わせつつで F2 が 2.8 ぐらいでぼかしちゃって後ろ通っている車を、撮りました。で F2 にするとシャッタースピードを ND フィルターつけてたわけじゃないので、今日は F2 とか 2.8 にするとシャッタースピードは1000とか、まあ、2000ぐらいに持っていかんと真っ白になっちゃうのでなので、まあ絞り2とかにした状態でシャッタースピードを1000、2000ぐらいにポーンって上げると、まあ車はピタッて止まるという感じになっておりますね。でそのままもうこんなもんかな、この辺りでもだいたい終わりちゃうかなっていうところで、こちらは通行人の方にフォーカスを合わせておりますね。これで終わりちゃうかな、これが最後のあのムービーに入れてた緑のシーンだと思いますので、まあこれが今日の写真っていう感じですね。なのでこれは1228の 3.5 から 5.6 の PZVR なんで、このタイミングはねこれ結構雨降ってたんですよ。この通行人の方の下も結構テカテカでしょ、なので地面も結構テカテカに濡れてくれてるし、傘もねしっかりさしてる方も多くいらっしゃってて、よっしゃ今日は傘写真がいっぱい撮れるぞーって思ってね、で物産展でみんなが家族が買い物してるのをイートインコーナーで待っててでソフトクリーム食べながら、なんやジャガポックルやなんやらかんやらや、白い恋人がどうのこうのやら、あずきバター、あんずバターなんかあるんですよね、北海道の中有名な小豆かあんずかなんかわからへんバターサブレサンドみたいなのがあるらしくって、そういうのもめっちゃ並んでてね、北海道っていうだけで美味しそうやからねっていうところで並んで貼ってるところを、まあ待ってる瞬間にまあ撮ってたりとかするところがありまして、その間にも雨止んじゃったっていう感じなんですよ。まあそれはそれでね、その瞬間を切り取れたし、今日は雨確かに傘写真をあんま残せてないけど、自分の中ではまあいいんじゃないっていう写真が結構数多く残せたので、個人的には気に入っているところでございます。
そうそう、このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースをですね、毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしておりますので、ぜひね、チャンネル登録で応援してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいでございます。3万人5万人10万人とね、チャンネル登録伸ばしていこうと頑張っております。また、オンラインサロンジマチューブコミュニティっていうものを運営しておりますので、カメラとか写真が好きな、まあ、メンバーさんでね、集まってすごく和気あいあいとしているオンラインサロン運営しております。ご自身のねお写真投稿していただいたりとか、そういったものに対してコメントね、私含めてコメントを投稿させていただいたりとか、すごくね楽しいオンラインサロン運営しておりますので、ご興味ある方はぜひね、ご加入いただけたらと。で、今回のね、まあ、お写真なんかが、まあ、入る入らへんはまた後々私が考えることにはなっちゃうんですけど、写真集をですね今作っております。ボリューム1ボリューム2を作っておりまして、ボリューム1はですね6月頃の、まあ、出荷予定というところで今印刷を最終稿をかけているところでございます。数多くのねご予約いただき本当にありがとうございます。到着までねちょっとお時間いただくんですけど、今しばらくねお待ちいただけたらと。ボリューム2は9月、まあ、10月ぐらいに、写真を寄せ集めて、ですね1ボリューム1とはちょっと違う自分なりの新たな撮影表現っていうものを挑戦してですね、今回みたいにちょっと自分が普段やったら、いやこれあかんやろって思って斜めにするとか、色コテコテにするとか、ちょっと最近あんまやってなかったけど、本来もともとカメラとか写真を、PR 用じゃなくて自分が楽しむようやったらもっと自由に撮っていいんじゃない、自由に編集していいんじゃないっていうところに、重きを置いてですね、自分なりの好みの表現っていうものをまとめたボリューム2なんかも鋭意制作中でございますので、ぜひねご興味ある方は概要欄にあの写真集オンラインサロンチャンネル登録のリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。チャンネル登録はもう全員してください。だって無料でできることやから。オンラインサロンとね、写真集はちょっと、費用が発生するところなので、まあ、余裕があればという形になりますが、チャンネル登録はぜひ皆さん、登録してもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。